こんにちは、篠田敦史です。今回はですね、マイナーキーについての話です。昔僕何かの動画で、マイナーキーのね、見極め方、判定の仕方とかそういう話をしたんですが、まあ動画の本数もですね多くて、僕もどの回でそれ喋ってるとかもよくわからないので、まあ簡単に、説明して、まあ、今日の本題に入りたいと思いますが、まあマイナーキーね、メジャーキーの方が安定してますね。マイナーキーって不安定なのでね、マイナースケール3種類使ってねやってますよって話も昔したと思うんですけど、確かにあやふやっぽく聞こえる曲もあったりして、で確かに判定難しいだろうなっていうのあるんですけど、一番分かりやすいマイナーキー、まあどうしたらマイナーキーになるかっていうと、基本的にはそのここがマイナーキーですよって何度も多くね主張する、そのマイナーキーである時間が長いと、マイナーキー確定度合いが、ね、増します。例えばソフトリー In the Morning Sunrise という曲、ね、これが A セクション。もう必要に C マイナー2、5C マイナーでしょ。もう絶対ここですよって散々で、これ AABA だから 75% がこの進行なわけ。それをやった後にブリッジで、その要は平行調っていうんだっけ、同じフラット3つの E フラットメジャーに、ね、行っても、あ、1に行ったというよりはなんか依然ちょっと暗いというか雰囲気残ってないですか。 E フラットメジャー行ったにもかかわらず、そのさっきの C マイナーが繰り返されてるから、1に行ったんじゃなくて違うとこ行ったんだなって聞こえるじゃないですか。でこの曲は確かに最後 C マイナーでね終わるから、まあ終わりもそうだから分かりやすいんだけど、例えば My Funny Valentine ってまあ大体キー同じように C マイナーで弾くかな。あれ最後 E フラットメジャーで終わる、ね、でもまあ譜面ある人はね譜面見てほしいんだけど、ほとんどの時間 C マイナーでしょ。今回は2-5も使うけど、これも強烈じゃないですか、こう C マイナーですよか。もう C マイナーずっと繰り返して、まあクリシェで、ダーリーリーラーってそのボトムだったりとかそういうのを動かしていくんだけど、 C マイナー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 っていう、これもブリッジって言っていいのかな、ね、こう E フラットに行く瞬間あるけど、やっぱりそこ、あ、なんか違うとこ行ったんだなって聞こえるじゃないですか。さっき の, ソフトリー同様にね。で確かに最後 E フラット行くけど、最後の C セクションダララ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 、ここまで全然 C マイナー強いしね。 で確かに最後、で確かにここで終わりにも聞かせられるけど、C マイナーに戻ってこれで終わりって言っても、ああめちゃめちゃ納得って聞こえるじゃないですか、ね、改めて 2-5 弾いて C マイナー弾いたら、ああ C マイナーだねって聞こえるけど、これをこれは おかしく聞こえるでしょ。なんだっけ今の曲、 All of Me 弾いて最後じゃあ2-5 弾いて A マイナー弾いて、おーいってなるでしょ。いやそうじゃなかったのってなるでしょ。それはもうやっぱ聞こえ方で判別してほしい、それ正しく聞こえるのかね。さあちょっと前置きが長くなりましたが、ここからが本題で、先日ね生徒さんにそのマイナーキーかメジャーキーか分かんないと
これ何度って思っていいか分かんないっていう話で、このマイナーキーがっていう話になったんですけど、僕がおおっと思ったのは、何で見たか分かんないけど、そのインターネット上でですね、スタートがいわゆる6マイナー、まあ、Fly Me to the Moon とか All the Things You Are みたいなやつね、たまに出てくる6251みたいなですね、あれだったらマイナーキーっていうの書いてあるの見つけたらしいんですけど、そんなわけないです。フライミートゥーザムーンだってほとんど C メジャーの時間が長いでしょ。しかもちゃんとこう C メジャーですよっていうのを強調するように何回も251で C 行くしね。これも譜面見てください。その最初の音が暗いかどうかはキーの判定には特に関係ない。それ言い出すと久石譲のサマーをマイナー認定しなきゃいけなくなっちゃう。これ6451だから、まあ6251と違うでしょ、6451で、その理論を通すんであればこれをちゃんとマイナー認定しなきゃいけないけど、絶対マイナーに聞こえないじゃないですか、ね、最初の音が暗いかとか言い出したら全然マイナー要素ないけど、あれもまあそういうことになっちゃうじゃないですか。ステラバイスターライドも最初の音まあ暗いじゃないですか。ね、じゃあ、ね、このキーマイナーかかっていったら、まあ曲ね知ってる人は知ってるだろうし、まあ覚えてない人は譜面見てほしいけど、別に絶対違いそうでしょ。普通に B フラットのキーっぽいでしょ。で、僕その生徒さんにも言ったんですけど、ただ最終的には自分が分かってればいいです。分かってればいいっていうのは、それが世界の人と認識が合ってるというよりは、ちゃんと例えばまあもともとその僕とその生徒さんの話のポイントは覚えるどうこうの話だから、ちゃんとその曲を自分なりに整理して覚えられて演奏できるんだったら、演奏中ベーシストはこの曲をメジャーと思ってる、自分はマイナーと思ってる、ずれてても演奏がうまくいくんだったら、僕としてはその考えるプロセスがどうであれ結果同じ結論同じ音に行き着くんであれば、僕はどっちでもいいなって正直思ってます。その自分が考えるで整理して納得いって、要はそのモニャモニャしてる状態じゃないんであれば、僕はね正直音楽理論なんて何でもいいと思ってます。という感じで今回の話はここまでにしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。